中女子シリーズカンファレンス B。 だからこの2人いるのかいや毎回ここ引っかかりますからね。いやいいっすね、楽しみです。ちょっとリーグワン初年4強の意地見せてもらいたいなと思います。ようこそ三浦恋の部屋へ、リーグワン中女子シリーズカンファレンス B ということで、本日もやってきましたカンファレンス B となって第2弾、この動画では第8弾ということで、これはですね、もう第8弾となって、もういろいろね、喋り尽くして、もう喋ることがないんじゃないかっていうぐらいですね、もういろいろ疲れてはきてはいるんですけど、今日も元気にやっていきますということで、この動画はですね、こうにわかファンの皆様が。今の下りいる、お前今の下りいる、お前が疲れた。だけど、はい、やるよっていう声がいるこれ。ああ、じゃあしょうがないからカットしますよそこは。いや全然いいけどもういはい言っていって。いやもうじゃあはい、それでいきますよね。この動画ですよ、はい、にわかファンの皆様が、まあ、これから、ね、新体制となったこうリーグワンがこうどんなリーグかわからない、どんなチームかわからないということで、まあ、各チームをですね、特徴をですね、こう薄い情報ですね、私たちがねしっかり調べ上げてきましたので、まあ、今日はねこの動画を見ればこのチーム、あ、なるほどね、そういうことかということで、好きなチームをぜひ見つけていただきたいという動画になっておりますということで、こちらのシリーズの動画を見て、何かね、どっかチームのことを好きになったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いしまーす。はい、ということで。でも今日のチームはある意味楽しみだね。そうですね。楽しみですね。結構、一番最初にこのリーグワンが発足して、一番話題になったチームでもあるんじゃないかなと。一番びっくりしたチームだよね。びっくりした。はい。じゃあいいですか、いつもの。はい、どうぞ。はい、私がいつもね、こう新しいチームを紹介するときに、こう私のジェスチャーでね、こうチームをね、こう言い当ててもらうっていうのがあるということで、皆さんサムネイルをクリックしてるのでもう分かってると思いますが、いきます、はい、今日のチームはこちらです。もう分かる。静岡ブルーレズお茶ね。お茶ね。ええ、お茶ね。お茶です。お茶から。お茶からのこれですよ。もう剣ですよ。マスコットの剣。マスコットの剣、まさにもうちょっと先に言っちゃうとね、草薙の剣っていうのをモチーフにされてるということだったので、静岡といえばお茶、そしてこのブルーレブズのもうモチーフとなっている草薙の剣ということで。草薙の剣、日本神話の最初の方に出てくるな。そうですね。三種の神器の一つですからね。はい、という形で。今日、まあ、でもまさにですね、この静岡ブルーレブズはこのね、リーグワンにとってはですね、まさにチームを作るような、なんか気持ちを温めた感じで、もう、だって、言ったらあれですよ、前のチーム名、あれですもんね。お、皆さん、分かりますよ、はい、分かってますかね。ね、はい、ヤマハですよ。お前危なかった。今危なかった。ヤマハ発動機ジュビロ。そう。からジュビロだもんね。はい。来てますからね。もうジュビロも捨てたのか。どのチームよりもですよ。どのチームよりも、まあ、むしろこの静岡ブルーレブズだけ見たら分からない。分かんない。そうですね。はい。でなんなら多分このブルーレブズが一番最初に発表したんですよね。うん、チーム名を。そう。で行った時に、え、このレベルでみんなチーム名変えるのって思ったんですよ、僕たちは。まあ、分かんないと。でも結果蓋開けてみたらブルーレブズだけでした。このレベルで変えたのはね。だからそういう意味では大きなチャレンジだし、リーグワンとしては象徴的なチームだよな、いきなり。いや、そうですね。だからそういう意味でもちょっとね、他のチームと違ったその経歴みたいなところもこうなぜこう変わったのかみたいなところもちょっとこの動画でお伝えできればなというふうに思います。いや、でも面白いな。リーグワン、例えばさ、今年盛り上がってさ、うん、来年ぐらいからさ、はい、多分ラグビーちょっと好きになって、あと もしかしたら2023のワールドカップ以降好きになった人はさ、はい、静岡ブルーレブズが昔ヤマハだったって知らない、うん、知らないよ、ね、ってことだよな、ね、まあ、ちょっと寂しさを感じますよね。あ、はい、あ、で僕たちもあれですからね、トップリーグね、それこそそのワールドカップ、日本のワールドカップから、詳しくというか見るようになったんで、山陽、うん、でしたっけ、山陽、山陽 でしたっけ、知らない、知らない、知らない、パナソニックの前が山陽だって知らないもんね、うん、知らない、だから皆さんが話されてて、山陽とか、山陽ってどのチームですか、うん、みたいな感じだったんで、そういうことになってくる、そういうことになってくるんですね。まあちょっとね、じゃあちょっとチーム基本情報からちょっと全部していきましょう。でこちらですね、正式名称が静岡ブルーレブズということで、はい、まあ、特徴的なのがもうこのね、法人、はい、運営されてる法人自体がこの静岡ブルーレブズ株式会社というふうに、このチームを作るために法人をこう切り分けて新しく設立した。なるほど。いう形になっています。だって他のチームはね、もう引き続きって感じだもんね。なんかちょっとサントリーとか発展系とか、そうですね、なんか
リーグワンに合わせて名前もね変えたんとか言ってるけど、うん、もうゼロから刷新だよね、うん、そうですね、はい、でまあ、もちろんホストエリアは静岡県になっておりまして、はい、でまあ、ここね一番変わっているので、うん、このホームページにも記載されてたんですけども、はい、あと2022年1月にこうね開幕を予定しているラグビー新リーグへの参入と地元静岡の皆様に愛されるラグビークラブとなるため、うん、ヤマハ発動機ジュビロは静岡ブルーレブズに生まれ変わりました。いやマジで生まれ変わるよ、生まれ変わったな。でこの静岡ブルーレブズというチーム名には変わらないために変わり続ける伝統を受け継ぎ、なお革新を恐れない精神を象徴するブルーと、うん、困難な目標にワクワクして挑み、うん、高ぶる情熱を象徴するレブズが一体として込められています、うん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 、またホストエリアとなる静岡に貢献し愛されるチームとなるべくその名を冠しています、うんうん、ということですね。なるほどね。でもなんかでもね、変わらないために変わり続けるっていう、うん、まあ、エンブレムもロゴもかっこいいですけどね。かっこいい、かっこいい。なんかしかも富士山をこうちょっとねモチーフしてたりとか。そうだね、ほんと静岡ラブを感じるね。そうですね。あとはそのボーダーはなんかその昔のラグビー部のジャージをイメージしてるっていう感じ で、海となんかね山、そういった感じ、まさにね、うん、すごいし、はい、またなんか、まあ、もうトップリーグの時からそうなんだけど、うん、このチームってもうラグビーのね苦労とファン好みなんですよ。まあ、山本の時はそうでしたよね、かなりね。本当にそうなのよ。だからその精神は徹底してる、うん、一言言うと、チャラチャラしてないっていうかさ、うん、あとはそのね、後々出てくると思うんですけど、マスコットとか、まあそのね、さっきの草薙や剣とかのことも、うん、加味してこれが関与してるのかなと思うんですけど、はい、一応ミッションとビジョンっていうところを、チームが打ち出しておりまして、ミッションっていうのが、革新と情熱で心躍る最高の感動を作り出すということを掲げてまして、ラグビーの世界で最高峰にチャレンジする、フィールドの中でも外でも世界と対等以上に渡り合う、私たちはそのために自分たちにしかできないアイデアと熱量と思いを結束し、最高だって思える瞬間、心躍る感動を作り続けますみたいな形ですね。で、あとはやっぱりね、これ他のところでも結構言ってるんですけど、うんうん、静岡でアイルランドに勝ったんですよね。そう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 、ああいう奇跡の瞬間っていうのをまた静岡から作り出したいっていうのを結構いろんなところで言ってる、うん、それはいいね、はい、でそれがビジョンにも掲げられていまして、静岡から世界を魅了する日本一のプロフェッショナルラグビークラブを作るっていうのがビジョンです、うん、で静岡県を代表するクラブとして、ファン、地域、パートナーとともにプレーのみならずラグビーに関する全ての分野で世界最高峰に挑んでいきます。静岡プライドを胸に、日本世界で語り継がれる強く愛されるクラブを目指しラグビー界を牽引します。おお、なんかすごいね、うんうん、あ、なんかまたこのユニフォームもね、この青のね感じがちょっと深い色になったかなって感じますよね、こう今までの山葉より。確かになんかこう前は結構あれですね、水色にしたかった、サッカーのジュビロが結構見てて水色コンみたいな、うん、結構カルチームからだったのが かなりこの濃い青に切り替わってたからさ、ごめんなんかあれかもしれないけど、大阪もさハリケーンズとあなんかあるのか分かんないけど、うん、例えばだけどもう説明したキャノンの横浜とかさ、うん、はいはい、静岡のこのブルーレブスとか、うんうん、分かりやすくなんかほら今東京とかぐちゃぐちゃしてるじゃん、はい、だそういう意味ではなんか分かりやすく地域とチームが一体となっているチームってなんかすごくシンプルで分かりやすいね。確かにそうですね、まあ、そうですね、分かりやすいですね。なんかほらこのエリアはこうでとか、うん、まあそれはしょうがないんだけど、うん、それよりはいや静岡うちですけど何かみたいな感じで、応援する側もしやすいですよね。まあしやすい、しやすい、はっきりしようと。そうですね、なるほどね、はい、面白い面白い、はい、で革新っていうところではなんとですよ、はい、ヤマハさんの今までなかった、はい、いやごめん、俺お前らが調べてくれて一応キャラクター見てんだけど、はいはい、なんかちょっと色違くない、レブズのキャラクター他のチームのところですか、どうなんですか、そこはまあ三浦さんの感覚で言うと、なんでだろう、なんか旧感じます、和な感じがするのよ、ちょっと和、あ、和、和の感じは、そうですね、ただまだちょっと急増感すごい半端なくて、うん、マスコットレブズって名前だけ決まってるんですけど、うん、ちょっと細かい設定まだと。しかもこれ2人いるんだけどさ、どっちがレブズくんなの、これ多分あれじゃないですか、その二頭身のなんかパターンと同じだけど、なんかそのいわゆる、うん、コウロくんが等身大のマスコットになっちゃうパターンみたいな、そうですね、あ、そういうことか、そういうことですね、はい、多分同じなんですよね、きっと、だけどこうね、やってるんですけど、まだですね、細かい設定がわからないということで、こうね、僕もね、レブズに対しての情報もお待ちしておりますと。思いますか、以上、え、以上、以上ですか全然だってさ、だからこのレムズ君が持ってるこの剣が草薙の剣、はい、っていう情報、そういうことです、のみですか、はい、でね、あと静かに燃え盛る青き炎っていうとこですよもうあと青い髪がトレードマークなんですねもうめちゃめちゃ書いてあるいやもうだ全然出てこないからいや確か
確かに、はい、これはネット上にもまだ出てこねえだろうな、まだ。いや、そうなんですよ。だからもういろいろ設定が気になるんですけど、なぜこのね、和柄のこのね、ちょっと昔の日本の、でもこれあれですよね、世界に進出した時に世界としてこう、日本ってやっぱ認知される風なキャラではありますよね。あ、そうか、なるほど、ね、あ、日本のキャラクターなのねっていう。いや、それどうなん、そうなんそうなん、日本感あんまなくない？どうなん、いや、俺はすげえパーってフラッと見てるけど、一番あるよ、一応。だったらまだ信氏のあの軍団のパナソニックの武士の方が分かりやすくないですか？でもマスコットじゃないですか、ね、そうなんですよ、だからそれがいろいろ問題なんですよ。いや、それは言えないですけど。でもこのマガタマ感とかね、でもマガタマね、外国の人そんな知ってんのかね。いや、わかんないです、マガタマね。これ見て日本って分かる人いるかな？分かんないか。まあ中国って言われても分かんねえよな。まあ分かんそうですよね。まあそうだな。まあ、っていうのはちょっとさておきですけど、レブイズ君の細かい設定もね、お待ちしてます。やっぱりもうね、他のチームはその発展系ですけど、こっちはゼロからだから、何が言いたいかっていうと、はい、俺らの情報も少ねえよ。確かに確かに。で、ちなみにですよ、会員さんもね、ファンクラブとかも。あります、ね、あるということで、これがですね、まあ、結構ね、その気合が入ってるところと、まあ、なんかそうでもないかなっていうチームは分かれてるんですけど、うん、やっぱ静岡ブルーレブズさんは、やはり気合が入ってる側ということで、はい、もういろんなコースが分かれてるんですけど、まあ、ゴールドコースとか、まあ、プラチナコースとかあって、うんうん、そのプラチナコースはですね、なんと年会費が5万5000円ということで、うんうん、この価格だけ聞くとね、ちょっとなんか、あれ、結構お高いかなとか思いながらも、うん、得点で、希望選手、サイン入りオーセンティックジャージということで、うん、好きな選手を1名選んで、サインをもらえるということでですね、これはですね、やっぱりすごい、これはいいです ね、それ着て応援、だってそういうことですよ、言ったら、うん、そのユニフォーム自体結構高いですからね、はいはい、あの本当のオーセンティックジャージとか、あ、そうだよな、はい、本当だ、1、2万ぐらいしますよね、そうですね、しますよね、しますよね、で、他にもね、いろいろだってプレゼントがあるわけですから、うん、もういろんなプレゼントがあるわけですからね、うん、はい、で、まさきさんのチェックで言うと、はい、全部ファンクラブって金額同じぐらいなの、大体。いや、全然違います、全然違います、全然違います、はい、それこそ定額で3000円みたいなところもあれば、こういうふうに5万5000円とか、うん、私サントリーさんだったら10万円、年間10万円のコースかなとかあったりしましたよ。そう、なんか限定20人かなんかで、ただもそれもう完売してたりとか、ね、もういろいろありますよ。なのでまだね、こちらのページで見るとまだ5万5000円のプラチナコースは完売とかっていう風には数字は出ていませんので、うんうん、何かお急ぎお目当ての選手がいるならぜひ。そうだね、結構ね、あのマフラーとかステッカーだったりとか、チケットが 8% オフだったりとか、いろいろあるんですよ。あとさ、ごめん、俺聞きたいんだけど、五郎丸さんはどういう立ち位置なの？はい、はい、で、この五郎丸選手なんですけど、うん、そう、皆さんね、みんな大好き五郎丸選手ですよ、うん、まさにあ、やんなくていいの？え、五郎丸やんなくていいのもういいかこの前はね、メンバーでしたからね。あ、そっか、はい、五郎丸選手が、まあ、昨年のね、トップリーグで引退ということで、うん、ね、素敵な会見だな、あれですよね、うん、なんとかの奇跡の2015年のワールドカップ の、うん、なんで自分でそうやって墓穴掘るんですか何の奇跡でしたっけ、佐野さんブライトンの奇跡、ああ、そう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 、ブライトンの奇跡、そう、なんで俺に言わせるんですか、だからこのくだりいるのかいや、毎回ここ引っかかりますから、ね、一応ね、毎回言ったことがブライトンっていう、スラッと言ってたね、まあ、五郎丸選手ですが、活躍、大活躍した、まさにね、日本を沸かしてくれた功労者、五郎丸選手が昨年引退して、今年からですね、静岡ブルーレブズのクラブリレーションズオフィサーに就任と、CRO っていうやつなんでしょ、と、はい、いうことで、これも何をされる方なんですかっていうと、まあ、簡単に言うと、チームと地域の人とか、まあ、いろんな関係者、各社と絆を深めるよっていうような担当だと、うん、まあ、素晴らしいね、まあ、言うとファン作りじゃないですか、ファンの皆様と絆を深めるための、うん、まあ、結構、橋渡しみたいな、とかでね、うんうんうん、なんかこう、ラグビーのテレビ番組とかも結構積極的に出演されていまして、そうだよね、はい、多分でもやっぱりお話もうまいですね、うまい、そうだよね、めちゃくちゃうまいですね、頭いいっていうか、もう理路整然と、うん、なんかすごく分かりやすい、うん、だから NHK の解説者とか向いてると思うな、あ、はいはい、すごくいいと思う、うんうん、なんかそういう意味ではですね、本当にね、こうフィールド外でもね、しっかり活躍してくれるんじゃないかなと、うん、そうですね、だからやっぱこういう選手がね、たくさんテレビ出てさ、はい、誰あの人素敵だね、あの人はラガーマンで、そういうのも結構大事なことなんだよ、うんうんうん、しかもかなり地道な活動もされてるみたいで、はい、まあ、最近とかですと、うん、まあ、この12月に入ってからなんかは、うん、例えば JR 浜松駅周辺の商店街とかに回って、うんうん、こうポスターをひたすら貼らせてもらったりとか、それはもうバイトがやろうよ、いやいやいや、だって五郎丸選手が来てくれたらやっぱ嬉しいじゃないですかね、お前さ、ほんとに嫌なやつだね、お前ほんとにすぐランサーズとかに発注するタイプだね、お前いやいや、なるほどね、あ、ダメだと、バイトじゃダメだと
貼ることに意味があると。五郎丸選手貼ることに意味がある。そういう地道なことをやってくれるからさ、嬉しいわけで、うん、で、テレビに出られた時にもおっしゃってたんですけど、うん、ホームでの開幕戦のチケットっていうのを全部完売させて満員にさせたい、うん、まずそれが自分の、まあ、今の第一ミッションというか、ね、っていうふうには語ってましたね。ノーサイドゲームの世界だよな。そうですね、本当にその世界だと思いますね。すごいね。ちなみにあれだよね、五郎丸選手24時間テレビのマラソンにも出てたよね。え、そうなの。何人かのリレーのうちに一人で、やっぱそういうのもどんどん積極的に出てもらいたいね。確かにね、メディア、まあメディア活動にはちょっと、ね、注目、まあルックスもいいからね。まあというところで、だいぶあのお前、はい、ちょっと今俺も時計見てビビったんだけど、はいはい、まあやっぱちょっと新しい方向で、ね、まあ、てんこ盛りすぎたっていうところもあったんで、そのメンバーとかね、主要なところ以外の部分の情報が多かったんですけど、ここからさらっとですね、さらっとさらここをさらっと、ね、ここまでがメインですから。あ、ここまでがメインですから、はい、ですね、やっぱり一番出てったので痛いの代表はヘルエベ。うわここはね、久保田、また久保田かよみたいな、ね、あ、これはもうごめんなさい。あともう本当にヤマハの川だった山村選手はもう引退ということと、五郎丸選手引退ですけれども、でも個人的に一番楽しみなのは、メイさんに聞いても分かんなかったんだけど、はい、理工からキーガン・ファリアっていうウイングが来てんだけど、はい、なんか分かんない、事情知ってるかもしれないけど、なんか俺には教えたくなさそうだったんだけどさ、この選手相当去年ウイングすごかったから、それでは楽しみだっていうことだ。あともう皆さんこれもう毎年言ってるんですけど、クワッカ・スミスさんだけは覚えておいてください。もう、うん、ナンバー8で多分ですけど、ジャッカルしすぎて鼻曲がってるんで、いや本当そうなんだよ。どういうことですか。そんなにナンバー8、フランカーの前には大、はい、世界的にも大きくないんだけど、もう世界ナンバーワンのナンバー8って言われるぐらい、もう南アフリカでもずっと代表なのよ、はい、でよく顔見ると鼻曲がってんのよ。曲がってますね。多分ね、もうね、ジャッカルしすぎたんだよ多分、うん、ジャッカルちょっとぶつかって俺何回も折れちゃったんだよ。だけどよくいろんな解説者とかが言うのは、高校生とか若いラガーマンの選手で自分が体が劣ってるっていうコンペス感じてる方は、クワッカ・スミスさんのプレーを参考にしてくださいってよく言われる。もちろんそんな低くはないんだけど、世界的には低い方で、そのポジションのスーパースターだから、うん、あっていうところと、あとヤマハの選手の特徴は、これはヤマハファンは分かってはいるけど口に出してほしくなさそうなんだけど、やっぱ高齢化、うん、五郎丸選手は引退したけれども、多分だけどずっとヤマハ引っ張ってたスカンハムの弥富選手もそろそろだと思うし、でもここぞという時ってやっぱベテランが活躍してんだよね、はい、だからヤマハのやっぱりみんな期待したいのは、お前らも大好きな帝京の奥村君とかもちゃんと入ってるし、若いヤマハの顔がそろそろ見たいなって言ってるし、いつまでたっても五郎丸、クワッカ・スミス、ヘルエベ、毎年なんかキーマンが一緒なんだよね、はい、だからそういう意味ではヤマハといえば奥村君とかね、ヤマハといえばなんか三浦俊平君とか結構いるから、早稲田からロックとかね、はい、そういう人の名前がもっと出てくると面白いなっていう気がする。なるほど。ちなみにあんまりですね、昨シーズンは意外に皆さん覚えてないかもしれないんですけども、うん、実はそのレギュラーリーグでのトライ王に関しては、実はマロツイタマさん、マロツイタマね、去年いきなりすごかったよね、生で見させていただきましたが、10トライ、うん、すごかったよね、まあ、先ほど実はね、ウイングの選手でキーガン・マリア選手挙げていただきましたが、うんうん、キーガン・マリア選手とマロツイタマ選手がウイングでいる。あ、すごいね。そういう意味ではトライ王がいるから、はい、そうだね。その中でしかもまあね、今話している中で出てこないですが、まあ、この日本代表でもかなり期待されておりましたサムグリーン、サムグリーンね、うん、スタンドオフね、まあいろいろほらコロナで戻っちゃったからどうのこうのってあるけど、 その前までは未来のスタンドオフは田村の次はサムグリーンでしょっていう人異常にいたから、いや楽しみです。なるほど。あ、岡崎くんここにいるんだ、うん、あの岡崎くんはあれです、去年筑波のキャプテン、はいはい、最後大学選手権でさ、うん、あれだったんで抽選でさ、うんでしたね、琉球大に負けて、うん、もう本当に悔し涙したんだけど、今代わりに弟がね早稲田で大活躍してますが、いやいいっすね、楽しみです。うん、はい、まあ、そういう意味では、ね、伝統と革新というところで、まさに今年革新をね起こしていただき、うん、で
ずっと4強って言われてる中、去年ラストイヤーはちょっと調子悪かったのと、ね、逆に久保田さんっていう人がですね、ねえ、もうメキメキと出てきて、メキメキと来てるんで、ちょっとリーグワン初年4強の意地見せてもらいたいなと思います、うん、ね、はい、今はもう2強なんてね、宮さんも言いましたよね。そう、俺はもう2強、サントリーとパナソニックの2強だみたいな、もう今はもう2強時代だと思うんだけど、はい、しかももう他と本当にもうブルーレブズでもう全くもってね、うん、もう危険配置違うというところで、いや楽しみです、はい、はい、ということでね、もうね、五郎丸選手、あ、選手じゃない、五郎丸さん、五郎丸さん、五郎丸さん、はい、活躍もね、注目しながらですね、まあ、選手の皆様にもね、活躍も期待してくれればなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、いただきますよ、せーの、レッツラグビー、お茶、お茶